どうしたんすか。いや、いらっしゃいますよ。いや、あのカフェテナンゴの小島です。あのですね、あの、はい、最近ちょっとテイクアウトが増えまして、はい、私アイスコーヒーを極めてみました。あら、極めちゃったんですか。はい、そこで、今日はですね、ホンジュラスのラスウェルタス浅入りのコーヒーを1人分アイスコーヒーで入れたいと思います。極みあの通常アイスコーヒーといえば、あの苦味のしっかりした深入りを使うのが、まあ、一般的なのですが、はい、まあ、最近はあのスペシャルティの、コーヒーの中では、こういった浅入りをアイスコーヒーにして出すというところも増えています。はい、まあ、そこで今回は、まあ、美味しい浅入りの、アイスコーヒーの入れ方をご紹介してみようと思います。では、入れていこうと思います。豆の量は 17g、 メッシュはナイスカット時の 2.5 番、まあ、細かめですね。そして、油温は約90度と、はい、今から出来上がり 120cc 作ります。まずはじめは 30cc 注ぎます。そして注ぎ始めからだいたい40秒ほど蒸らします。はい、これはですね、ホットで飲むよりは濃いめ、ただし、深入りのアイスコーヒーよりは薄めという、なかなかちょっと難しいね点を、狙って抽出します。なるほど。そして2投目は 60cc 足して 90cc にします。少しだけゆっくり抽出しましょう。それが極みポイントですか。そうですね、浅入りはなかなか最初のうち成分が出づらいので、まあ、ゆっくりと抽出をします。はい、じゃあここもちょっとじっくり粘るという感じですか。そうですね。あー、早く冷えたコーヒーが飲みたいと思うかもしれませんが、ちょっと我慢しましょう。なるほど。はい、3投目 60cc 足して 150cc になるまで注ぎます。で、今回はちょっと 2.5 番という細かめのメッシュなんですけれども、これあの2人前以上になると目詰まりしてしまう可能性があるんですね。はい、浅入りですと、まあ、その場合は、まあ、メッシュを粗く、まあ、3番でしたり 3.5 番にすると、まあ、代わりに粉の量を増やして、まあ、濃度を調節してあげるといいでしょう。なるほど、まあ、それはね、また別の浅入りの動画で。おお。では落とし切って、まだ完成ではないです。あららららそうですね、今回はアイスコーヒーですから。はい、今回はお店のテイクアウトのカップを用意しました。はい、氷をたっぷり入れてください。はい、そして熱いうちにすぐに急冷しましょう。おー、いいですね。このアイスコーヒーでもアイスオレでもすぐに冷やすというのが美味しさを閉じ込めるポイントですね。そうですね、どうしてもこれあの氷の量が少ないと、まあ、必要以上にまあ、薄まってしまうので、しっかりと氷を入れましょう。表面が結露するぐらい で、まあ、上も下も両方とも、冷たくなった状態が完成です。はい、ではいただきます。はい、あ、非常にフルーティーな香りがよく出てますね。お、うん、おお、これあの見た目から分かるようにですね、まあ、深入りのコーヒーと比べるとちょっと薄めで、まあ、クリーンな印象です。この浅入りの、まあ、華やかな、酸もよく出ていますし、このウェルタスのハーブや、まあ、ミント系の非常にフレッシュなみずみずしい印象も、まあ、よく液体に出ています。深沢店では、実はね、あのストレートのコーヒーもアイスコーヒーにできます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。